CGS をご覧の皆様、こんにちは。亀井壮平です。本日も第4会議室、古谷恒久さんとともにお送りしていきたいと思います。古谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。ちょっとまだ会場が懐かしの穴見場に戻ってきまして。そうですね。はい。なんか楽しいですね。前ちょっと、あるマンションの一室でやってたんで、ちょっと暗い感じでしたけど。あそこもなかなか結構おつな感じですね。ですね。なんか第4会議室っぽい感じでしたけど。そうですね。はい。今日はちょっと豪華な感じに戻りました。今日は穴見場さんで、はい、やっていきますが、今回はですね、この間の新刊を出されたということで、そうなんですね、はい、はい、この本についてちょっと今日は少し、ね、そうですね、あんまり突っ込んで聞くと本が売れなくなっちゃうということなんですけど若者は本当に右傾化しているのかというアスペクトさんから4月の25か6ですかね、はい、に出たばっかりの本でございます。おかげさまで評価非常に高くんですけど、まだ重版かどうかはちょっとわからないんですが、はい、おそらく配信の頃にはいやだっていいんですけどね、はい、はい、というような感じでございますけれども、うん、はい、どういった問題意識を持ってこの本については、まあこれタイトル通り若者っていうのは本当に右傾化しているんですかっていう、まあ話を、まあいろいろオープンデータから解き明かしていこうというのが、まあ前半部分、うん、で後半部分は、それを踏まえた上で、ね、じゃあなんでそうなってるんだろうかっていうのを主に、まあ保守の問題点とかですね、まあ、そういうことを含めて書いたものなんですが、うん、結構後半の方のその保守の云々の話の方がすごく評価を受けまして、はい、でも前半も頑張って書いたのになと思っているのでちょっとぜひ両方ちゃんと全部読んでいただいてですね、うん、と思うんですが、まあはい、この、まあ、今すごくこう若者が右傾化してるんだっていうことを言う言説が非常にあるんですけども、はい、よく聞きますね。ただそれは結構昔からあって、うん、かなり始まりは2002年の日韓大会、はい、ワールドカップの時に、うん、まあ、加山里香さんがその後にプチナショナリズム症候群ですかね、はい、あれ中高かな、中高から出した本ぐらいが、まあ、この若者がちょっとやばいぞみたいな、うん、右になっちゃってるぞみたいな、はい、左から見てね、うん、これは危機感だって軍国主義だみたいなことで言い出したのがちょうどまあ10年ちょっと前ぐらい、それぐらいですね。そこからずっとそういったものがぼちぼち起こりつつ、うん、起こったり出たりして、でさらに今年の、まあ、年初に、まあ、東京都知事選で、はい、まあ、田村俊夫さんが、うん、20代の出口調査からはすると 24% 1位ですね、はい、獲得したから、まあ、結構またそれの時もリベラルの系の人たちがこれは日本が右傾化だと、うん、若者が右傾化してるんだと、はい、いうことを結構かしましく騒ぎ立てていました、はいはい、それで、まあ、それが本当なのかどうかということを、まあ、自分の体験も含めて、まあ、主に統計的に証明していったような本がこの本なんですよね、うん、なるほど、はい、うんうん、で、まあ、その結果か、まあ、実はまあ、これ、まあ、帯とかに書いてるんですけど、はい、まあ、右傾化はしてないんですよね、うん、でさっき言いましたように玉上さんが 24% ですか20代の中から取ったって言いますけれども、20代の投票率、まあ、まだ都知事選のデータ分析出てないんですけれども、だいたい都知事選って43% とかでしたよね、はい、投票率、うん、それぐらいでしたね、はい、で同じぐらいの国政選挙の投票率の選挙を見ると年齢別の投票率があって、だいたい20代って 25% ぐらいなんですよね、はい、ということは20代の 25% の 24% は、じゃあ何かっていうと 6% なんですよね、はい、で100人の20代がいて、はい、6人が玉上さんに投票した、うん、これはちょっと右傾化とも保守化とも言えないんじゃないでしょうかというのが、まあ、うん、大きな論旨の一つになってますね、はいはい、だからで僕もまあ、その業界っていったら あざといですけれども、補修的な、まあ、集会とかそういうのに行き出して、まあ、4年ぐらいとか本書いてっていう話ですけど、やっぱりこれは神谷さんとも、まあ、昔しゃべったのかもしれないですけれども、やっぱりすごくね、やっぱり高齢化をしてるんですよね、はい、集会なんか特にで、うん、僕もインターネットの中では違うだろうみたいな意見があって、で保守の人って結構こう期待しちゃうじゃないですか、でインターネットは若い人で結構多くて、はい、みんななんかスマホとかで見て政治のこととか分かってくれるんじゃないってすごい願望があるんですよ、ありますね、でそれ政治家の方にもあるんです、うん、ところがインターネットって若者の空間じゃないんですよ、そもそも、うんうん、でインターネットってすでに、出てきたちょっとぐらいですね、2000年ぐらいの時にもうすでに主力って30代なんですよね、はい、だから2000年ぐらいの時ですよ、だからちょうどまだネオ麦茶とか、 なんか西鉄バスジャック事件とかそれがあった時期で、まだまだね、はい、2チャンネルってテレビで言ってなかった時代、うん、当時は2チャンネルって
巨大掲示板群とかって言って、はい、もう名前すら呼んでくれなかった時代で、なんかそうやってすごい若い人がやってるっぽく見えるけれども、実は30代が中心だったと、はい、そこから10年経ってるんで今40代ですよ、うん、中心、あるいは50代かもしれない。確かに CGS とかもね、見てる人結構年齢高いですからね、うん、まあ本当、まあ長寿化してるんで、はい、まあそれでもアラフォーとかってまあ若いっちゃ若いし、もちろん政治の世界で、あの神谷先生も、はい、もちろん若手じゃないですか、はい、でもじゃあ神谷さん36歳ですね、はい、36歳の方がじゃ あの大学生と同じような年齢化で間違うわけで、でそれは本当にでも若者じゃないんですよね、はい、でじゃあ本当に今若者、まあ、だから20代と定義しましたけれども、じゃあ彼らどう考えてるのか、彼らは保守化してるんですかっていうと、すぐあの保守系の人って、まあ、やっぱりどうしても今まで日陰者だったのでどうしても思いたいと、で若者が例えば伊勢神宮とかに行く、ツアーで行く、で靖国神社御霊祭りに行く、これは保守的な課題にも賛同してるんだっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、はい、世論調査を見ていく、で20代の調査を見ていくと全く違うんですよね、うん、関係ない、あのそれはただ単に好きで来てるとか、はい、伊勢神宮別にあの面白そうじゃんみたいな、うん、それで行ってるっていう、すごくねギャップを感じる。で、はい、僕のはまあ30アラサーですけど、それでもやっぱり僕の20代だった頃にはそういう現象はなかったし、まだ僕の方の時代が小林芳則さんとかがいたので、はい、まだ若干、まあ、保守化、いい意味で保守化、悪い意味で右傾化してたのかなとも思うし、はい、でも総じてそんなことはないだろうなという、うん、ちょっとそのちょっとあんまり幻想で物事を見るのやめましょうみたいな話でもありますね、はい、なるほどなるほど、うん、なんかあんまり内容を話さないようにって言いながらかなりコアな部分をいやもっとあるんで大丈夫ですけど、うん、でもその具体的なデータとかね、はい、今ちょっと聞いただけでもやっぱり数字を見ながらお話聞けるっていうのは相当、あの分かりやすいと思うんで、そうですね、うん、あの結構保守系の方の中で、まあ、別にこれは全然いいんですけど、はい、こう結構あの美談としてね、美しい話として、例えばこういう人がいて、まあ、こういう人がまあ若者でなんか広告活動とかやってるんですとか、まあ、それ全然いいんですけど、はい、でそれはまああくまで僕あのあんまり僕あの体験とかまあ信じてなくて、それはそのお前がそう思ったんでしょとか、自分の周りの友達がそうだったんですでしょって言われたら、まあ、終わる話じゃないですか。確かに僕の周りそうかもしれない、はい、でもそれは一般化するときにやっぱりこう内閣府とか、まあ、ある程度お上意識じゃないですけど総理府とか、あと、まあ、あるいはまあ民間の団体がやってる数字を見ないといけない、はい、でその数字を見る限りにおいてはやっぱり受け入れはしてないんですよね、うん、でそれが現実なんですよね、はい、でしてるんだったら多分もうちょっとなんていうか、田村さんとかも多分あの当選したかもしれないし、うん、やっぱりその辺はやっぱ現実として見ないといけないと思うんですね、はい、うんうん、まあ、右傾化以前にさっき投票率の話、ねありましたけども、うん、政治に対する関心が高まってるかっていうと決してそんなことはないですからね、うん、それもね非常に重要なのが、僕も一応そう思っていたし今もちょっと思ってるんですけど、はい、じゃあ若者ってのは政治に関心がない、まあ上野先生もねそういう論調で、僕もまあそう思うんですけど、はい、日米英仏韓かなの5カ国ぐらいを世界青年調査っていうのがあるんですよ、はい、で世界的 なんか WHO みたいなところをやっていて、うん、で日本から2000人の10代とか、はい、アメリカから2000人の10代とかやって聞くんですよね、うん、はい、でそれで政治に対して関心を持ってるんですかって聞くんですよ。そうすると実はこの5カ国、主要5カ国、まあ、韓国は主要国かどうかともかくね、はい、5カ国の中で一番政治に関心を持ってる10代、うん、まあ、大体18、19万人、はい、まあ少年青年層、日本なんです、ね、実は 58%、次がアメリカですかね、はい、あるいは韓国とかが、より全然多い、うん、でちょっと意外じゃないですか。意外ですね。でということはなんか僕の考えで言うと、うん、そこまで関心持ってるんだったらなんか政治的なイシューに、はい、まあ、もっと関心持ってもいいんじゃないかと思う、うん、ところが、まあ、なんとなく思ってないじゃないですか、うん、ちょっとギャップがあるよね、はい、でどうしてだろうと思っていると、つまり若者の10代、まあ、特に20代ですねの関心を持っていることと我々が関心を持っていることはやっぱり違うんじゃないかというふうに思わざるを得ない、うんうんうん、で20代の例えば、昨年の参議院選挙の時に、ね、年齢別ごとに重視する政策っていうのを、まあ、世論調査で聞いてるんですね、はい、そうすると、まあ、30以降の人は、うん、例えば何国防問題とか、はい、あとは、まあ、憲法もそうですね、はい、憲法問題とか、まあ、靖国もそうですけど、はい、まあ、それ国家観的なもの、まあ、いわゆる保守的な価値観とか、うん、はい、あるいは、まあ、その国土強靭化的なその防災とかね、はい、うん、そういうものが上位を占めていく、はい、まあ、それはまあ当然だと思うじゃないですか。ところが
20代だけは違うんですよ。20代は一番興味を持ってるのはその国防とかそういうことじゃなくて、はい、雇用なんですよ、はい、ほぼ雇用、うん、それは無名なのかなんですよね、うん、だって非正規雇用がこんだけ若い人にだって重荷になっている、はい、さらに就職が非常に厳しいと、はい、どうしてもやっぱり20代って国家論とか尖閣がどうのっていうのは分かるんだけれども、うん、そうじゃなくてやっぱり実際のブラック企業とかね、はい、そういう問題の方に訴求力がすごくあるんですよね、はい、だからやっぱり日本共産党とか、うん、そういうところがブラック企業といってやっている部分にある程度乗っちゃってる部分が僕はあると思うんですけれども、ありますね、うん、それがやっぱりそのやはり要するにその興味持ってることは持ってるんだけど、はい、そのベクトルが僕らの想像するベクトルと違うんですよね。なるほど。それがすごく僕は感じてて、うん、で僕らのベクトルの中で言うとなんかじゃあ国家のこととか興味ないんだったら政治興味ないんじゃんと思いがちだけど、はい、そっちじゃなくて、うん、どっちかというと本当にもう生きていく生活の方の意味での社会とかの方がより重視してるんじゃないかというのは、はい、まあ、一応僕の主観じゃなくて統計でそうなってる、はい、うん、いや私もこの5月10日から、はい、20代の若者を20人ほど集めて、うんうんうん、毎月2回講座を、はい、講座というか、うん、講義ですね、うん、をやっているんですね、はい、それやるまで実は1年間、うん、ヒアリングをしたんですよ、はい、何回もワークショップしたりとか、はい、食事会したりして、はい、君たち若い人は何に関心があるんだと、はい、言ったらやっぱり一番は就職でした、うん、いやどうですか、ね、はい、やっぱり就職とか仕事をどうするか、はいはい、収入どう上げるか、はいはい、っていうことであって、はい、まあその次ぐらいになんかこう日本のことを知りたいと、うんうん、文化、ね、歴史とか、ね、うん、文化から神社のこととかと、はい、いうことでやっぱりその国防問題とかそういうのは出てこないんですよ、うんうん、まあ、当然そういうことも教えますけど、うんうんうん、けどもやっぱり関心はそういうビジネススキルを磨くとか、うん、いい就職に就くとか、っていうことなんだなということを改めて私も、1年間調査の中でそれは気づいていて、それはそうなんですよね、うん、だからそのいわゆる政治に関心は政治とか社会に対する関心はすごくある方なんですよ実は、はい、日本の若者、ところがその内容がいわゆる保守派の想定するような内容とは違っているということで、うん、逆に韓国は政治に関する興味はちょっと薄いんですけれども、はい、その中を見ていくと1位独島問題とか、はい、2位歴史問題とかになっておける、うん、だからその質がね全然違う。なるほど。だからむしろ韓国の右傾化してるわけですね。いやそうです、完全に右傾化してるんですけど、はい、そういう意味で、うん、いわゆるその問題のそのターゲットが全然その想定と実際が違っている、はい、だからあくまでいわゆるその雇用とか社会のインフラとか、まあ、もうちょっと年取ったら子育てとかっていうことはあるんでしょうけど、はい、それはやっぱり若者の中でやっぱり政治的なことだと思ってるんじゃないですか、うん、だからそういう調査でいや関心あるよっていうわけです。それが保守派の想定する国家間ではないっていうだけで、ね、そこをだから弱いんですよね、はい、そこをやっていく必要がある、うん、そうですね、うん、まあ、やってるというかつなげていきたいですよね、そういう国家の問題と我々の日常の生活っていうのはちゃんとつながっていて、うん、同じ地平にあるんだっていうことです、うん、そうなんですね、うん、実はその国家っていうのが親亀で、僕よく図で書くんですよ、うん、親亀 で我々生活は子亀みたいなもんだから、うん、親亀こけたら子亀もこけるんですよね、うんうん、だからこれがちゃんと一つの筋でつながってるというような説明を我々政治に関わる人間は若い人たちに向けてもう少しきちっと、それをその親亀子亀を100メートルぐらい離れてみたら1個の亀に見えると、はい、でそれを興味あるって言ってんですよ、はいはいはい、だから高いように見えるんですよ、いい表現、うんうんうん、それを、はい、だから決して政治に興味がないわけじゃないんですよ、はい、だからその離れてみたときに1個の岩に見えるんで、うん、それに対してそれはそうだよねと答えるんだけど、その内実を見ていくとこの方なんですよ ね、この方に、まあね、それを親の方に持っていこうという話 そうですね、決してポテンシャルは低くはないんですよ、はい、うん、決してそんなことはないです。なかなか今回のテーマはね、はい、我々政治取り組む人間、特に若い世代にメッセージ届けたいと思っている人間には非常に参考になる話で、私もぜひこの本、ね、一冊展望いただきましたんで、はい、読ませていただいて、またこれから20代に訴えていくヒントにしたいと思います、ぜひ皆さんもね、若者は本当に経過しているのか、はい、フレさん書かれてますのでご協力いただければなということで、はいはい、と今回はモノマになりましたけど、はい、また次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。